それ。では、まもなくです。お願いします。はい。先っちょ。先っちょないだろ、お前。じゃあ、でも先っちょない。マイエフシーロッカールーム。皆さんこんばんは。マイエフシーロッカールームの時間がやってまいりました。藤枝マイエフシーの選手のみでお送りする30分。なかなか伝えられない選手の素の一面も引き出しつつ、普段ロッカールームで話をしている時のような自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは私渡辺亮が担当させていただきます。よろしくお願いします。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp myfc@g-sky765.jp です。皆様からもメッセージをお待ちしております。メールの送り先は myfc@gsky765.jp myfc@g-sky765.jp です。皆様からもメッセージをお待ちしております。マイエフシーロッカールーム。この番組はホームタウンとともに藤枝マイエフシーの提供でお送りします。さてここからはゲストをお迎えしてお送りします。それでは早速自己紹介をお願いします。はい、背番号23番ミッドフィルダーの徳永雄大です。最近のマイブームは筋トレです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。背番号42番ミッドフィルダーの金浦正樹です。最近のマイブームは、徳永雄大と筋トレをすることです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はこちらの2名をゲストに迎えてお送りしていきたいと思います。皆様よろしくお願いします。はい、ということで、第2回ですけれども、なんか随分2人固いですけど。いや全然、はい、黙っとかなあかんかなと思って今までは。ちなみにこれ1回目の放送聞いてくれました？あ、俺生で聞きましたよ。え、生で聞いてたの？りょうくんがストーリー上げてたから、それから飛んで、ちょうど洗濯干してる時やったんで、洗濯干しながら流して聞いてました。へえ、いいじゃん。ゆうだくんは聞いてくれました？聞いてないっす。聞いてください。忙しかったんで。忙しくないでしょ、暇でしょあなた。ゆうだくんはラジオは初めてですか？いや、あの宮崎の時にもこういうなんかラジオ番組っていうのがあって、まあ、そこで何回かは出させてもらったんで、はい、初めてではないですけど。じゃあ結構もう常連ってことでいいですか？そうですね。1時間番組とかですもんね。1時間番組1時間言うてるけど。1時間番組やってました。カネは去年もやってるか？去年ここでやらせてもらって、だから2回目っすね。ラジオ2回目か。はい。じゃあ普段のお互いの様子、まあここ2人皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、仲いいんすよ。まあまあまあ仲良くさせてもらってる方かな。一生いるよね2人で。いや、なんかカネが俺のとこにずっと来てる感じです。いや、まあ可愛いから。どっちが可愛い？どっちがそれ？雄大くんが。雄大くんが可愛いから、そう、可愛がってあげてる方やけど。逆にね、俺がそう、逆に面倒見てるんだ。今年関西組結構仲いいもんね。そう、だから魚くん、まあ、関西人やからね。そう、あと大里選手と、あとあのともきくんがと雄大くんが感覚で、岡にくんはエセ関西人みたいな。岡にくんはマジで、皆さん岡にくんエセ関西人なんで。そうそうそう。この間も話したんですけど、なんでか分かんないですけど関西弁使うんで。そう、まあね、ここまで開幕から、5試合終わって2勝3敗、3連敗ですけど、どうですかそれぞれ、まあ、個人の立場チームの状況を踏まえて。いや、そうですね、まあ今3連敗してて、うん、チーム的にはうまくいってないように見えるかもしれないですけど、うん、まあ、サッカーの内容とか、まあ、チームの雰囲気とかは全然悪くないと思うんで、うん、
まあ、もっと自信持ってやれば、そうですね、やり続けていくことが大事ですね、はい、もっともっと勝ち点積み重ねていけるんじゃないかなって思ってます。どうお金は、俺はまあ個人的には2試合、最初の2試合出させてもらって、うん、で次の2試合ベンチで見守ってて、うん、で前節チャンスもらったってとこで、うん、まあ、負けっていう結果で、まあ、チャンスをつかみきられへんかったっていうのは個人的にはありますけど、うん、まあもうどんだけあれしても次の試合はやってくるんで、まあ、ね、さっき雄大君も言った通りチームの雰囲気はいいですし、まあこうやってラジオを聞きに来てくれるサポーターの方々もいますし、うん、そう一体となって次の試合は勝ちたいなと思います、ね、ありがたいですよね本当に。こんな平日の、いや、いっぱい来てくれてますね、夜の時間 に、はい、あの聞きに来てくれてね、嬉しいですけど、ちょっとお便りいただいてるんで読みましょう、はい、こんばんは。最近あまりいいことがないので気分が上がりません今日の放送聞いて明日からも頑張れるように元気になろうと思います。落ち込んでるとき皆さんはどうやって気持ち切り替えてますか。いやどうしてます。そうやろ、彼とかどうしてる。俺はまず落ち込まないっす、うん、あ、自分がそんなにできるとも思ってないし、その明石家さんまタイプ。そう、明石家さんまも同じこと言ってた。そうだから落ち込むことないし、こんなもんやろって思うし、うん、落ち込む人はこう自分の実力を過信してるみたいな、ね、そうそういうことあって、確かになって思う時もあるんですけど、雄大くんはあります？気持ちの切り替え方とか。俺は悔しい時とかは、うん、自分の体にぶつかるって決めて、そ、中山筋肉の、いや、マジ叩くんですか。いや違う、そう、筋トレめっちゃしたり、あ、もうそうなんか思った時は、うん、もう自分の体と向き合って、あ、動かしたりとか、そっちの、そう、いや、もう筋トレ、あ、もう筋トレなんだ。だから、まあ、それが自分でとどまってればいいけど、たまに俺に当たってくんのはやめてほしい。それはね、よくない、ぶつかってくるね、俺にぶつけちゃうのよくないね。はい、もう一ついただいてます。こんばんは。こんばんは。ラジオ待ち遠しかったです。今回も楽しく聞いています。打ち合わせの様子も知りたいです。どこまでが台本なんですか。台本なしでガチトークなんですか。いや、結構びっくりしたんですけど、宮崎の時は結構ガチガチなんか喋る言葉とか決められてて、台本結構あったんですけど、もう結構今見たんですけど、フリートークって書いてます基本ないから、ね、だからもうコンセプトがやっぱ普段のロッカールームで話してるような感じで話していこうみたいな感じだから、だから逆にこう何話せばいいか分かんなくて詰まる時もちょっとあるんで、そこは本当にゲストの力を借りながらこの番組を成立させていくんで、はい、2人ともよろしくお願いします。お願いします、ラジオネームゆうさんからいただきました。渡辺選手、徳永選手、金浦選手、こんばんは。こんばんは。最近藤枝前 FC ファンの成り立てのほやほやのものです。この前の東京ヴェルディ戦後にバスに乗る皆さんをお見かけして、さっきまでユニフォーム姿だったのにスーツでビシッとされてて、そのギャップに思い出すだけでかっこよくてひっくり返りそうになりますというお便りいただきましたけど、確かになんか、うん、俺もスーツでホーム戦スーツっていうのが初めての経験で、宮崎なかったんですか。ジャージやったから、じゃあスーツ締まるよな、確かに、うん、やっぱスーツで移動する方がかっこいいっすもんねなかなかこうスーツ提供してもらえるってことも当たり前じゃないですからね、うん、やっぱり今年からあのユニフォームセンター様のご好意で提供していただきましたけれども、やっぱそういうところに感謝して僕らはピッチの上でプレーしなきゃいけないと思うんで、そこは頑張っていきたいですね。全然喋んないじゃん。いや、うまいな。いや視界が一人じゃ成立しないんですよ一人じゃ成立しないんですよまだまだたくさんいただいてるんで、もうそうですね、1通2通何通ぐらい読みますか。2通ぐらい、はい。藤枝前 FC の皆さん、こんばんは。こんばんは。ハッシュタグマイ FC ロッカールーム、素敵な企画番組が始まったということで、本日初めてのラジオ視聴になります。先日は徳永選手 J2 デビューおめでとうございました。そこで質問です。藤枝初の試合で印象に残っていることはありますか。今後も目が離せない推しの活躍、宮崎より応援しています。お、宮崎の方。はい、だと思いますえ、何でしたっけ質問。聞いてないんかい聞いてないんかい。何でしたっけ。うまいな、掴むの。藤枝初の試合で印象に残ってること。印象に残ってること、聞いとけよ先輩ぞ。すいません。印象に残ってること、いや、でもとにかく、はい、あの試合は負けて
って0-1の状況で入ったんで、いや本当とにかく自分の長所であるなんかアシストとか、まあ、結果にこだわって、まあ、自分がどうのこうのっていうより、まあ、チームを勝たせたいっていう気持ちで入ったんで、なんかそういう感じでしたね。金はなんかある、その自分が初めて出た時の思いとかさ、いつ、いわき戦、今年、去年か、去年 J リーグ初めて出たのは、富山戦でホーム、うんうん、で俺も負けてる時やったから、もう前に人数かけたいしってので、もうワンアンカーにしてやったから、もうほんまに潰せやるしかないっていう、そう、もうだけやったから。え、それ言ったら俺もデビュー戦負けてる状況だったんだけど、こっちに来てるから、J リーグの沼津の一番最初に出た試合は負けてるところで交代で入って、雄大君は何が、あの J リーグのデビュー戦は普通にスタメン、なんやねん、何やねん普通にスタメンか。でも寮さ、藤枝の初試合宮崎との試合やったの。あ、そうそうそう、そうやんの、去年宮崎3回、そうそうそう、3回試合して、あ、そう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 、3回試合して、2回アウェーで試合して、覚えてます、そこで雄大君に話しかけられて、なんでおるんみたいな、そう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 、いや移籍した、点決めたの、いや俺じゃないです、え、俺じゃないです、じゃあ沼津の時に点決めた、あ、そう、沼津で試合した時に点決めましたけど、はい、その試合は逆転負けしました、はい。そろそろ曲を流した方がいいんですかね、これは。はい、じゃあ金浦選手、曲の紹介お願いいたします。はい、今日は僕のリクエストで、欅坂46でサイレントマン。ちょっと待って、カミカミだからもう一回いいな。はい。欅坂46でサイレントマジョリティです。時刻は7時44分になりました。この時間は藤枝前 FC の選手のみでお送りする30分、前 FC ロッカールームをお届けしております。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひお送りください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp です。皆様からのメッセージをお待ちしております。番組も後半に差し掛かってきました。本日は徳永選手、金浦選手をスタジオにお招きし、僕渡辺亮の進行でお送りしております。はい、ということで後半の部ということですけど、行きましょう。はい、気合入りました。気合入りました、ね、はい。なんかね、やっぱちょっと硬いよね前半は、硬、かった、ね、硬かった、めっちゃ。でもなんかフランクな感じでいいって、あの広報の方からあのご指摘いただいたんで、アドバイスね、はい、アドバイスいただいたんで、もういつも通りタメ語でいいって、はい、で、雄大呼び捨てでええってこと、そういうこと、そういうこと。まあでもそれはいつもやからな、いいよいいよ。藤枝前 FC でいつもうるさいスタッフは誰ですかっていうあのメッセージいただいたんですけど、うるさいスタッフって誰、よしき、やぶさん、いや全然ちゃうやんどう見てもやぶさん、うるさい、やぶさんはちっちゃい声でさ、なんかガヤみたいな、ああジャブ打ってくるタイプ、ね、俺は。ヨシキは、ヨシキはもうなんかうまーいとか絶対叫んでるイメージ、なんか声量やん、そう、声量、うるさいってそうじゃない、声、そういうことね、俺はそう思った、あ、声量はヨシキで、よく喋るのはヤブさん、ヤブさんやな、ヤブさんほんといろんな選手に絡むよね、一生絡んでるもんね、ずっと絡んでる、カネとかもずっと絡まれてるしね、翔平とかにもすごい絡むし、ずっとやな。ここでね、面白いお便りをいただいたんで、ちょっと長めですけど読みます、はい。渡辺選手、徳永選手、金浦選手、こんばんは。こんばんは。イベントでお話をさせていただいて以来、金浦選手の推しになった娘といつもスタジアムで観戦しています。娘によると金浦選手の推しポイントは笑顔とのこと。そんな娘は最近ずっと片思いをしていた方に告白をして成功したので、我が娘ながら褒めたたえ、金浦選手のユニフォームをプレゼントすることにしました。そこで質問です。皆さんはどんな女性が好みですか？年上派、年下派など何でも。好きになったら自分からアピールする派ですか？話せる範囲で教えてください。ね、まず、
推しが金浦選手っていうお便りで、うん、面白いお便りが来たっていう情報がおかしいですね。おかしい、おかしくないよね、うん、おかしくない、はい、ごめんごめん、ちょっといじっちゃった。そうごめんごめん。そう、推しポイントはやっぱ笑顔なんだって。まあ自分でもそこが一番のチャームポイントだと思ってるし。 なやかましいわ。かわいいやろ。そんなかわいいよね。あんま変わらんで。マジで。いやてかマジで思うんだけど、うん、雄大くんは髪型似すぎな選手多すぎ、うん、みんな俺の真似するんやろ。若干彼も寄せてるもんね。寄せてるやろ、ね、ヤムケンとか。ヤムケンで、ヤムケンと雄大くんとさかなクン、この3人はマジで識別つきませんね。伊藤さんね、つきませんよね。金髪にしようかな。いいと思います。いけると思いますよ。似合わん顔やで。で、はい、ほんで、どんな女性が好みですか。上か下か、いろんなあると思うんです。あ、まあ年齢は別に、だって2人は結婚してますもんね、うん、だからまあ奥さんってなると思うけど、俺はそなんか、いや無理やり言ってるみたいな感じだけど。いやいやいや、まあまあまあ、タイプだから、ね、じゃあどんなタイプがいいですか。雄大君は年上です。ちなみに奥さんは、あ、年上、年上。あ、もうじゃあビンゴってことですね、うん、何個上の女性がタイプですか。何個上、そんなドンピシャなことやる。ピンポイントすぎないし。りょう君は、俺はギャルがタイプだったから。ギャル王やもんな。いや、ギャル王じゃないけど。奥さんギャル。奥さんはギャル。バチバチのギャル。あ、じゃあもうドタイプと結婚してんね。そうそう、2人とも結婚した、うん、結構珍しいって言われるんですけどね、そのドタイプと結婚できるのも。そう、確かにそうじゃない、うん、好きな人と結婚せえへんの。割と逆なさ、うん、人をね、うん、選ぶとも言うじゃん。あ、だからね、まあ珍しいっちゃ珍しい。金はどうなの。俺別に年齢は別にそんな年上派とか年下派とかないんやけど、俺がさめっちゃ喋るから、うるせえもんな。そうだから話聞いてくれる人がいいかな。確かに。そう、多分あっちが喋ってたら収集つかへんことになると思うから。でも別にお前さ聞けるやん。聞けんな、うん、聞き上手なんか。どっちもいけるんかい。そうやね俺。どっちもいけるんかい。そら強いな。そう、でも一緒におって楽しい人が結局ベストちゃう。安牌のこと、100点みたいな回答をやめて。そう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 。あと、まあ、隣で笑ってくれればいいかな。あ、また100点みたいなこと。え、結婚願望とかはある。ありますよ。それこそ雄大くんの家にお邪魔させてもらって、うん、奥さんとかお子さんとか、うん、子供とかと遊んでるけど、めちゃくちゃやっぱ楽しいし、結婚したいなってめっちゃ思う。子供って可愛いよね。やばい、本当に頑張れる原因でしかないよね、子供いたら。もうほんまに可愛いし、あの結婚したいってずっと思う。だからオフの前の夜とか、雄大くん家行って、魚里選手との奥さんとかも一緒にご飯食べたりしてるけど、もうほんまに結婚したいって思う、それ見てたら。相手はいる。なんで笑うの。おらなそうな。いや、やっぱみんな気になるでしょ。そんだけ結婚したいんだったら、やっぱ今そう思ってる人がいるのかなみたいな。いやー、それはおらんって答えた方がいいか、おるって答えた方がいい、どっちかな。いや、それはもう別にそこお前に任せるよ。トップシークレットで。やかましいわ。いや、おらんおらん。ほんまにおらんで。この話なんか思んないのに、なんかちょっと掘り下げすぎたな。はい、すいません。金浦がちょっと。じゃあ次行きましょう。あ、今言っちゃった。皆さんこんばんは。スマホでラジオ聞いています。選手の皆さんに質問ですが、試合前の勝負飯は何かありますか。選手発信の番組は生の声が聞けて嬉しいです。これからも頑張ってください。いや、ちょっと言っていい、うん、勝負飯めっちゃあって、うん、宮崎の時にめっちゃあるんかい。めっちゃあって、その1個な、うん、あって時期によんねんけど、うん、俺は何だっけ、明太子パスタ、パスタ明太子か、どっち。いや、明太子パスタじゃない、パスタ明太子って。明太子パスタかマグロ丼やったん。そういう時期があって。え、前日で、前日の夜食べれる人っすか。全然全然。気にする人は気にするじゃないですか。あ、そうなん。するの、まあ、一応ね、当たったりしたらね。全然全然。まあ、雄大君気にしないそうだもん。けどそれをやめた、最近。最近というか結構前から。なんでやめたんですか。ルーティンを作らないことにして。あ、俺はルーティンを作らないことがルーティンみたいな。そうそうそう。あ、俺はルーティンゼロなんよ。あ、俺もそっち発想、どっちかというと。金はある。俺もそう。でも結構みんなあるやん。うん、ある選手やっぱ多いよね、うん、多い多い、ある選手も多分こだわり強い人とか多いよ、多い多い、うん、でもやっぱそんぐらい突き詰めていかないとできない部分もやっぱありますからね、うん、確かに確かに、うん、何かにこだわりすぎるのもね、いい側面もあればね、うん、縛られちゃうところもあるから。いや、そうやな、なんとも言えないですけど。勝負飯みんなあるん。ない。ない、うん、ないけど、二
振り返るとパスタ食べてたりとか。やろ、うん、うん、じゃあ俺も来週パスタ食おうかなんで。合わせんでええって。餃子とか、俺餃子とか食ってたわ。餃子とりあえずニンニク食えばパワー力つくと思ってたからさ。めっちゃ古典的な考え方。確かにつくけど。そうそう、スタミナ。じゃあもう一通ぐらい読みますか。こんばんは。前節いろいろ思う部分はありますが、もう過ぎたことなんで次に切り替えます。質問です。試合前にサインボールを投げるときは適当ですか、やっぱり忖度ありますか、ということです。おお、まず試合切り替えましょうか。まあ、そこはちゃんと触れなきゃいけないところだ、ね、うん、はい、チームとしてもね、うん、そうやな、はい、ありがとう。やっぱみんな多分ね、サポーターの人は気にしてると思うからね、そういう大敗した試合を選手がどう感じて次に臨んでいくのかっていうのはね、見られてると思うし、うん、やっぱそこは俺らも見せていかなきゃいけないと思うし、うん、どう次に向けて。いや、もうやるしかないっしょっていう感じちゃう、うん、うん、一択だよね、うん、別にどんな結果になろうが、やらへんってことはできひんからな、うん、確かに。本当やるのみ、うん、ほんで質問ないだけ、サインボール投げんのに忖度。俺あの企画結構いいと思うんですけど、皆さんどう思います？いや、俺も宮崎の時やってた。あ、やってました、うん、サインボールやってたやってた。でもやっぱり忖度というか、まあ、なんか自分のユニフォームとか、まあ、あのタオルとかをやっぱり見たら、うん、やっぱちょっと投げたくなるわ、投げたくはなる、うん、でもちょっと我慢して、ランダムに投げるんですよね、うん、上の方とかさ、あの物理的に届かないですよ。野球選手じゃなくて肩強くないから、かチディしか届かない、うん、チディは多分超えちゃうっす、ね、それはある。もうユニフォーム見たらめっちゃ投げたくなる、うん、自分の名前見たら。多分皆さんが思ってる以上に下からユニフォームとか見えるんですよ、うん、タオル掲げてくれてるとか、うん、だからこう見えてるかなって思っててもこうやって振ってくれれば僕ら気づけるんで。あ、そうです、そうです、うん、はい、徳永雄大ね、はい、そうそう。いいです、いいです。金浦正樹ないけど大丈夫。いや、あったから。そういうのも本当僕らからするとパワーになるんで、うん、ぜひそういうのもしていただけたら、ありがとうございます。アピールしてくれればね、はい、気づくんで手振るんでみんな、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきました。本当にあっという間ですね。早いの、はい、早い、ここでマイ FC インフォメーションをお届けします。今回は商店街藤色プロジェクトのご紹介です。藤枝市と藤枝マイ FC との連携企画、商店街藤色プロジェクトは、藤枝マイ FC ホームゲームの際、店頭に藤色のタペストリーを掲げた応援店舗で飲食買い物をすると店ごとのサービスを受けれるというものです。対象日はホームゲームの前日、当日、翌日で店舗により異なります。詳細は藤枝マイ FC のホームページからご確認ください。ホームゲームの前後はぜひ藤枝駅周辺のお店でお食事やお買い物をお得にお楽しみください。藤色のタペストリーが目印です。以上、商店街藤色プロジェクトのご紹介でした。マイ FC ロカールーム、この番組はホームタウンとともに藤枝マイ FC の提供でお送りします。さて、今回の放送はここまでです。最後までお聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。次回の放送ですが、次の第2水曜日4月12日が第9節千葉戦当日ということで、伝説の初回3月8日の放送分を再放送いたします。次のスタジオ出演は4月26日水曜日7時半からです。パーソナリティは同じく僕、渡辺亮が担当します。ということで第2回が、終わりましたけれども、いかがでしたか、お二人とも。いや、やっぱ30分があっという間すぎて、うん、やっぱ今からなんかちょっと温まってきたのにって感じで。アップ終わったとこじゃないですか。もうアップ終わる前に出してもらわないとなんで、またぜひ、うん、来たいですね。まあ、そうですね、はい、金は俺は
多分見えてへん緊張があって暑すぎて服脱いだぐらい、汗かいそう汗かきまくってるから、なんか知らんけどちょっとプレッシャーは感じると隣で見るとね分かるんですけど、うん、結構顔面に汗かいてそうそうそうテカテカ、鼻の巻きとかすごい汗かいてるから、ほんまに緊張したかもしれへんから、もう一回ちょっと やり直したいです。ちょっとゲストも次コンビ変えてほしいかな。俺思ったより喋、うん、ってくれると思ってて2人にしたんですよ。そうやんな、意外に喋らん、真面目すぎちゃう。金浦がやろう。いや2人とも、じゃあ雄大くんやんな。2人とも、あほんま、じゃあ雄大くんに俺がいつも突っ込むんやから、うん、ボケがないから、あのこの終盤に来てあの、うん、ヒートアップするのやめてもらいます。もっと早めに出してもらいたいんで、うん、はい、まあということで本日はここまでとなりますので、それではまたお会いしましょう。せーのっていうとこなんですけど、ちょっと早かったんで、うん、今の練習ってことで、はい、あと20秒ぐらい、生放送ってね、こういうのが難しい、確かに難しい、すごい、やっぱすごいな、そう、うん、そのつなぎ方がすごい、そう、うん、あのもう終わっちゃったんで、やっぱ下手なんやもん、そう、下手なんですが練習します、うん、はい、ということでそれではまたお会いしましょう。せーの、さようなら。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。書いてるやん、放り投げたくなるぐらいむずいわ。